はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター・ショウキです。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。いやー、でもこれ絶対濃密なやつだよな。エラーリン持ってしても2分半かかってんのか。これね、最近いろんな実況者さんがね、動画化してるすげー面白いトロールコースらしくて、俺はね、シューゲームズさんの動画で知りました。まあ、最初の方だけ見て、あ、これ面白そうだなってなって、今からプレイするところです。やっていきましょう。クリア率が 0.77% の騙しコース。だからね、最初の方はね、うっすらと覚えてはいる。どうするんだったっけな。あ、これ最初はね、これ叩いちゃダメなんだよな。というわけで、まあ、まっすぐ入りますか。さあ、こっからの、バイ。そうだ、思い出したわ。こっからの、この次まで知ってる。この次の、ここね。一回まず、こう避ける必要があって、こんな感じ。オッケー。よし、オッケー。ふぅ。で、持って。え？あ、危ねえ。危ねえ。で、これ叩いて、掘っていって、こう、ああ！こっち行って、こう行ったと思いきや、すぐ戻る。ここまで、ああ！すぐ避けて、こっちまで逃げる。これで、いけた。オッケー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 。で、土管入る。よし。さて、こっからは、こっちからの急いで戻る。よし。で、ほいっと。オッケー。いいね。このパウどうすんだったっけ？ここ、ここは見覚えあるな。なんだっけな。ヒップドロップか？ブッブー言われたぞ。あえ？あれ？あれどうするんだ？じゃあ。ちょっと待って、ブラッ！ん？じゃあパウを再利用するってことか。うわ！これ実はパウ2つ重なってますよと。ほいと、なるほどね。これで、オッケー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 。で、2つ目のパウ取っておいて、これでよし。さて、こっからは？予想、これ蹴っ飛ばした後に、蹴っ飛ばして、ここら辺で待っておけば、オッケー。で、これ下降りれる。よし。いいんじゃない？オッケーオッケーオッケー。ん？この下よく見たらこれオンオフブロックがあるな。ってことは、ホイからの何回嫌な予感するんだよな。何回嫌な予感するんだよな。はははははは。あー、なるほどね。そのドアの裏になんか重なってるわけか。んでもって、ここはこっちで待機しておけば、よし、ドア入る。オッケー。さて、中間。うわ！よし、オッケー。さて、いや、このボムはこっちだろ。まずはこっち。こっちで、オッケー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 。オッケー。いいんじゃない？いいんじゃない？いや、良くないんじゃない？これ。多分この、あ、入れるんだ。あ、積んでるかと思った。あのドア入れないんかーい、みたいな落ちたと思ったんだけど、ちょっと待って、これ、余計用が危ねえ。大丈夫だった。よし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 。落ち着いて、で、多分このガボンは踏んじゃダメ。だよねー。知ってた。オッケー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 。ナイス判断、ナイス判断。ん？ん？なんか見えたよ。煽り上がって。絶対これ煽りだろ。いやーな、あー、そういうことな。そういうことな。一応これ確かめてみるか。ん？わあ！積んどりません？多分、このパウはブラフっていうか、まあフェイクだろうな。で、だから、このハテナはまだ叩かないで、ほいっと避けて、これでよし！ほい！オッケー！で、パウ叩いて、オッケー！ボムが来て、これでいいんだ！なるほどね！よくできてらっしゃる。さて、なるほど。ここ乗りま、うわ！そりゃねえよ。オッケー。ってことは、こいつ乗ったらすぐ伝う。オッケー。これで、こっち行って、これ入る。オッケー。いいんじゃない？さあ。はいはいはい。10コイン、30コイン、50コイン。究極の3択来たな。こういうのはね、クリア率を考えみるとね、一番行くのが難しそうな、このてっぺん。これが正解。は？え、積んどりません？ほ？ははそこかい。そこかい。いやー、よりによって一番死ぬのに時間かかるところに入ってしまった。オッケー。ってことは、
こっからの、こっからの下降りて、で、左に行けば土管入れる。なるほど。さあ、スタート。ファイヤー？ファイヤー欲しい。オッケー、危ねえ。よし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 。あれ？大丈夫？大丈夫？大丈夫？オッケー、チビになります。からの？からの？からの？いやーなんか、今までで考えたらこれ土管もフェイクな気するけど、まあ、とりあえず右行ってみよう。はい、入ってみる。さあ、どうなる？ふんふん。はいはいはい、下行きます。下行きます。大丈夫です。大丈夫です。そこに、そこに、ツタがあったんだ。多分これで、この間になんかツタが生えてきたんだろうね。で入る。オッケー。ん？でかくなった？え？大丈夫？大丈夫よな。はっ、ちっちゃくなった。こっち行ける？あ、行けるんだ。はっ、死んだ。多分あれか、ここ多分この下トゲかなんかなんだろうな。だからここでこうダメージ食らいながら被弾して、ダメージ食らいながら被弾して、で、ん？これ P 押したら上？え？あ、そう、ってことは、これ P 押して、ここで待機すれば、ここで待機すればプロペラが手に入って、ほいっていって、OK！ よし。いやー、怪しい。でも、とりあえず叩いてみる。ん？え？うわー、積んどりますな。根軸しろ。くそ、くそったれ。てめえ。観念しろ。観念するのは、俺の方か。畜生。まさしくこれ、ヤブをつついてヘビを出したな。いや、もう、これはもう、うん。普通に、もう怪しいことはせずに、ドア入る。これでいいよな。さあ、こっからの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 、屋根を貫する。あー、積んどる。積んどる。この辺だったよな。オッケー。で、ここで、オッケー。いけた。よし、中間。ちなみに、これって普通のクリアチェックだったらどうやって進んだんだろう、この先。そこ気になるな、なんか、うん。ん？ん？いや、このキノコって取っちゃダメな気するよな、これ。なんか、あからさまに。でも、とりあえず取ろう。はい！取れるんか？は？はぁ。ダメかよ。つまり、ここで、うん。トゲが手に入る。オッケー！はっ！はっ！危惧していたことが起きてしまった。いや、やっぱ閉じ込められるんじゃん、これ。いや、これ取っちゃダメだと思った理由、それなんよ。ってことは、ここで、急げ！こういうことな。よし、オッケー。ふぅ。さあ、こっから？はいはいはい。ダメージは受けないとダメっぽいな。はいはいはい。で、これは何？え？あ、な嘘だだろ、それ。つまり、ほいって言ったと、こっち！危ねえ。よし、オッケー。これはね、下降りていいだろ、これは、普通に。多分これ下トゲかもしんない。だよね。これ何？こ、お？え？なんか入っちゃった。嫌な予感する。なんじゃそりゃあー、何これ、哺乳瓶ですかこれは。哺乳瓶かなんかですかこれはね。ってことは、ここちょっと気をつけないとダメだな。ほい、ストップ。オッケー、これでよし。で、こっからどうすんだ。オンオフ叩いてちょっと注意。危ねえ。よし、画面外なんだよ。トロールコースといえば画面外から何かが襲ってくるんだよ。それ一番言われてるからな。さて、ん？これは何をどうすればいい？多分ね、右行ってすぐ戻る。うん。右行ってすぐ戻る。右行ってすぐ戻る！うわなんじゃそりゃ。右行ってすぐ戻ったらワンワン来たよな。これ右行くふりしてすぐ戻る。じゃあダメか。じゃあ、やっぱ右行かないとダメで、これでよしか。右行ってちょっと立ってから戻る。これが正解だったわけね。はい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 。ああ、わかったこれは。これはね、ここで投げると見せかけて、こっちで投げる。ほらね。ほらね。よし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 。え？いや、ダメだろこれは。これはダメだろ。ねえ。これ絶対3本スピンしちゃダメなやつでしょ。
いやー、でもこれ一気にいけんのかな？一気にいける距離じゃないよな。これ助走つけたらこれ、高さ3マスで幅8マスはいけるんだけど、考えろ。ってなったら、普通にジャンプしてみたら、オッケーよし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 オッケー、さえ渡ってる。いいね。ん？ CP1。チェックポイント1。はいはいはい。で、その下はゴール。なるほど。怪しいなー、このパウ。とりあえずまずこのパウ取って、危ねー。よし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 。いや、どっちだと思う？これみんな。どっちだと思う？これさ、パウ取ったら積むっていう仕掛けがある以上さ、こっち正しい道な気するんだよな。でもな、これパウ持った上でこの CP1 に入ったらなんか新たな道がっていう可能性もなんじゃ？なんかあるぞ。え？何？なんかあるぞ。ちょっと待って。そこ気になるな。これいけるか？ま、さすがになんもないか。さすがになんもねえな。うん。まあ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 、とりあえず CP1、あえて入ってみる。さあどうでしょう。うん。普通に CP1 なんかい。そりゃねえよ。いやいやいや、待ってくれよ。え？え？期待したのに CP1 と見せかけてゴール的なやつ俺期待してたのに。マジ？またやり直し？さようでございますか。あれ？さっきと違うんだけど？さっきと挙動が違うんだけど。いや、これは予想だにしてなかったって。で、こっからの、あむずくない？ここ普通に。ここむずいんだけど。ほい！よし、オッケー！いけた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 。よし。タイミングむずかった。え、これは？ここは大丈夫か？ここは？普段通りでいいのか？普段通りでいいならまあこのままカットなんだけど。うん。カットっぽいな。よし。はい。で、ここでいいよな。そっちかはい。いや、そりゃ知らんがな。ここで待ちます。で、ここでどんぐり来ます。ほい。ほい。これでいいよな。うん。さすがにこっからは、普通に、ここ入っていいよな。うん。入ります。大丈夫かこれ。大丈夫かこれ。大丈夫なんか？わあ、んぬ、そりゃねえよ。何そのツタ。関係なさそうだな、そのツタ。よし、落ち着いて。で、この辺で。はい、危ねえ。よし。で、ここでちゃんとツタ掴む。オッケー。やっと戻ってこれたよ。ここまでどんだけ時間かかったと思ってんだよ。え？こっからは大丈夫だよな。こっから大丈夫だよな。うん。こっからは、一周目と同じでいいよな。いいよな。大丈夫よな。大丈夫ならカットするぞ。大丈夫そうだな。オッケー。んでもってここだな。ここは、これパウ取ったら急いで、もう、ジョイ！なんか突然突き上げられたんだけど。何それ。何さそれ。え？また死ぬの？何ですかそれは。また？またかよ。いや待て。今度またピンコのさ、残り枚数がまた変わってるんだよ。うん。さっきとまた変わってるんだよ。今ピンクコインが何枚溜まってるかが。また違うルートの可能性が。泣きにしもあらずなんだよな。はい。何それ、どういうこと。え、何、え、何が始まろうとしてるんだこれは。何これ。え、そういうことか。
死ねってことな。なかなか死ねないやつな、これ。ほい、くるっと。にゃあ。ちょっと待ってな。ほい、くる。ねえ、ちょっと待ってくれよ。よし、オッケー。で、え？どうやってその針にたどり着けって言うんだ？ちょっと待ってくれ。このタイミング、ちょっと遅いな。ちょっと待ってくれよ。これくらいか。ほっと。よし、オッケー。で、え？いつ俺は死ねるんだよ、これ。ちょっと待って。わからんぞ。わからんすぎるんだけど。ほい。あ、やっと1ダメージ。オッケーオッケーオッケー。違うじゃん。ずっとあそこにいればよかったんじゃん。ミスったー。よしよしよし。ほいと。いやー。あー、なるほど。一度でも丸々に突っかえたらダメなわけね。ってことは、タイミング見計らって、これくらい。いやー、やっぱ突っかえたらダメだ。やっと死ねるよ。つまりどういうことだってばよ、これ。これどういうことなんだよ。え？どういうこと？これヒップドロップしてすぐ逃げる。これでいいのか。ああ、なるほどね。オッケー。ヒップドロップして、これでいいのか。オッケー。やっと進める。っていうことは、ちょっと待って。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、ちょっと、これタイム連打させて。まさか騙しコースでタイム連打することになるとは思いもよらなかったけど、この後のキラー放題の挙動が気になる。は？雲が出てきた。あ、は？え？あれ？嫌な予感するぞ、これ。嫌な予感するぞ。大丈夫か？え？は？どうしようもなくない？これ何をすればいいんだよ。これあれか、こうスレスレでほい引き返す。オッケー、こういうことね。よし、でこっち行って土管入る。さあ今度はどうだ、今度はどうなんだ。いやー、これ3周目はどうなってる。ここまでは、なんじゃ、そりゃ。どういうことですか？え？ほい、こっち、こういうことね、オッケー。今度はどっちだ？うわー、おいーそこそりゃわからんって。いや、これ誰が予想できるんだよ、これを。マジで？いや、びっくりするわ、これ。はいはい。ああ、これでキノコが手に入ります。手に入りまして、こっち行きまして。で、これで、これ多分これ右押しっぱ、オッケー！よっしゃー。いやこれはすごい。はい、というわけでね、今回この辺で終わりにしたいと思います。30分ってなんやねん。この動画良かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter のフォローも待ってます。はい、また次回お会いしましょう。バイバイ。